今回のお話は、ツンデレ奥様を今でも恋焦がれる一致のお話。亡くなった今も愛される奥様にかけられた愛の溢れる暴言の数々にスレミンもほっこりと楽しむも、亡くなった話を聞くと涙が溢れ、愛の溢れた大切な人に今すぐ思いを伝えたくなるスレ。皆さんは、大切な人がいなくなったらどうしますか？考えさせられ、聞き終わった後に大切な人に思いを伝えたくなるスレ。うちの嫁は口が悪い。今日は結婚記念日なので、振り返りながらいろいろ書きたい。うちの嫁は口が悪い。意味はよくわからないけどニュアンスでよく悪口？言われた。ことあるごとに言われたけど特に口が臭いらしい。決まるをするたびに足しにそうになるそうだ。次に多く言われたのは、話がつまらない。うんうんと頬杖つきながら聞いてくれた後にいつもこう言う。話に盛り上がりがなく落ちがないそうだ。一致の奥様5、6はまだまだ、尽きないよ。足しにかけののみ。疲れたなーって思ってる時に態度に出てるのかよく言われた。使い方としては、足しにかけののみの方が幾分かマシな顔してる。焦げたベーコンみたい。これが一番よくわからないけど寝起きとかに言われることが多い。駐車会だったら即打つ。特に泣く泣くもなく言われる。ふとした時に使えるパワーワード。神様だって疲れてる時くらいある。人の顔をまじまじと見た後にしみじみ放つ言葉。で、録音したのか？離婚したいのか？録音してない。しておけばよかったと本当に思う。スレミンの質問にも答え、一致は再び奥様との思い出を語るよ。神話に出てきても多分村の英雄くらいの立ち位置に討伐される。全文一致ではないかもしれないがこんな感じの言葉。肉も野菜も大好きだけど、毎日食べたいのは米。なぜ俺を選んだのかと問うた時の返答。ゼロ戦に乗れ。いきなり言われたため詳細は不明。きつい言葉の数々に、スレミンも思わず質問したよ。離婚したいの？死別しました。はぁ、愛していたのですか？愛してましたってか愛してます。苦しみ抜いてたしね。ラス1のキュウリのぬか漬けを食べた時に出た言葉。深海魚の中ではイケメンな方。らしい。なんで死別したの？飲酒運転に突っ込まれてです。目が痛い。汗かいて臭いからと伝えたにもかかわらず寄ってきて放つ言葉。一致は思い出を振り返りながら続けたよ。伝わりにくいけど、口は悪かったけどいい嫁だったんだ。大抵の悪口も憎めない感じに笑いながら言ってた。あなたを野菜に例えると、野菜に失礼。突然始まり突然昇降しての一言。まるまる俺を夢に見た。サメサメと泣きながら、この子は面食いになりますように。お腹をさすりながらの名言。即身仏のが肉肉しい。もうすでによくわからんけど、悪口言われたって言い方だったから嫌味かと思った。毒舌っぽい軽口だったのかな。そんな感じですかね。いつも笑ってて不思議と嫌な感じはしなかったので。笑顔の絶えない楽しい家庭だったんだろうね。まだまだ奥様の語録は溢れているよ。泣きたいのはこっちだよ。映画を見て泣く俺を見て出た一言。お前書いてて泣きそうになってるだろ。日付変わる前から泣きながら酒飲んでます。丸露そうとした。早朝家を出る時に寝てる嫁に軽口ってしたら言われた一言。悪くはないなぁ、私のとどめは丸丸が刺して。上の子丸そうとしたを言った後にニヤニヤしながら出た言葉。深くにも泣きそうになった。次生まれ変わったらサンダルな。勝手に決められた俺の来世。ちなみに一足ではなく左足の方らしい。スレミンたちは気になっていた奥様の最後を一致に尋ねたよ。お子さんは？嫁と一緒にいます。少しくらい抱かせてくれてもよかったのに。もしかして妊婦だったの？そうだとしたら辛すぎる。涙出てくる。妊婦さんでした。少しは動かないと。なんて言わせないで買い物くらい俺が行くべきだった。そうか、うちも今妊娠してるから涙出てくる。辛いな。おお、おめでとうございます。大事に大事にしてあげてください。3人で兄弟いたら違うけど素敵な時間を過ごしてください。俺にはできなかったから羨ましいぜ。ありがとう。生まれたら家族3人だよ。今は生まれてくる子のことばかりで丸について全く考えたことなかった。こんな形で幸せが奪われることもあるのか。正直なんて一に声かけたらいいのかわからん。どうか一もあまり自分を責めないように体を大事に過ごしてほしい。一の嫁さんは素敵な嫁さんだな。愛して愛されてたのが伝わってくるよ。月並みなことで申し訳ないけど丸って思ったより身近なものだからさ。ニュースとか話で聞いててもどうも他人事でしかなくて忘れがちだけど、どうしようもない毎日が本当に幸せで喧嘩ですら愛おしく感じるほどに大切なんだな。家族を大事にしてお幸せに。再び、一致は奥様との思い出を語り始めるよ。ねえ、私のこと嫌じゃない？私は嫌。いい顔で放つ一言。何年経ってもそんな思い出からは逃れられないんだぜ。
思い出して泣くのも当たり前。思い出してニコってできるようになってからが本当のいろいろ来るもんがあるぞ。最近よく笑うようになっちゃってるんだ。嫁がどんどん思い出になっちゃって悲しいのに。その思い出も抜けたりぼやけたり、桜散っていくみたいに次第に断片的になってる。それでいいんだよ。嫁もそう言ってるよ。それでいいと思うよ。俺みたく10年以上経っても未だに一歩も前に進んでないよりずっといい。いいのか。すごく辛いぞ。忘れることより忘れてしまっていたと気づいた時の衝撃が半端ないんだ。スレミンたちの言葉を聞いたからか、イッチはこんな言葉たちを思い出したよ。拳を握れば語れ。目を開いて立ち向かえ。誰が支えてるかをよく見ろ。仕事でなかなかにひどい仕打ちを受けてしょげてる時に言われた一言。拗ねたぞ当変僕。飲み会で遅くなるとよく言う一言。男なら流されないでとどまれ、新しい流れができる。淀みで魚は休むことができるかもしれない。バーベキューの際に言われた一言。気に入ってたのかメンタルの話やなんかの時にもよく言われた。情けない背中さらすな。かゆいところは私が隠し、湿布は貼ってあげる。これもメンタルな話。嫁が来たぞ、観念しろ。休みの日に俺を起こす際の一言。走り込みが足りてない。飛びついてきてよろけると言われる。これと合わせて腹をペシペシしながら。おうおう、腹筋もちゃんと仕上げとけよ。ペチペチ。ボクシングのトレーナー意識してた模様。まずは自分で稼いでこいよって思うわけ。どう思うよ。なあなあ。世の女性に対する意見。基本的に女性に厳しい。上記は旦那に求める年収についての話。今から泣くまでしばく。暇になるとバイオレンスなことを言う嫁。でも小柄だし弱い、可愛い。私がこんなに幸せでいいのか泣きそうになる。なるって叶えてる。特に何かしたとかなく突然出てきた言葉。明日のことは明日考えろ。そうだろ、鉄尾。たまに出てくる兄貴キャラ。まず俺は鉄尾じゃない。ここまで語り、一致は再び奥様に思いを馳せるよ。忘れてるなぁ、すげえしょうもないことばっかりだけど、たくさん話してたのに出てこない。悔しい。もっと思い出す。最近めっきり夢にも出てきてくれないから困る。はぁ、私っていい女。これは場面を選ばずよく言ってたな。一つフォローじゃないですが、周囲にきついこと言う嫁だけど、自分にも相当厳しい嫁でした。なんか書き綴ってくのだけ読むと嫁が嫌なやつみたいになっちゃうから。メダルな勝ち取れ。絵を丸か見てから一時期ハマってた言葉。人生やり直したい。そしたらもっと早く会いに来る。出れた時の嫁さん、振り幅がすごい。丸々が言わないから私の口が悪くなる。大体のことは俺のせいで片付けられる。こっからは誰も含めて思い出を書いてこうと思う。忘れないように、一気は思い出を書き留めるよ。何事だ何事だ。料理中吹きこぼれてテンパる嫁さん。とっさの出来事に弱い。料理や飲み物をこぼすとなく、まともにできない自分に腹が立って涙が出るそうだ。反ネグレクトの家庭で育ったため、理想が高い。母のようになりたくないと頑張りすぎて見とかないとすぐ無理しちゃう嫁さん。何かをごまかすとき、そっぽを向いて口笛を吹くふりをする嫁さん。口笛が吹けないから口で、ピーって言ってて可愛い。日々掃除などやってくれたことに対して気づくと喜ぶ嫁さん。シンク磨いてみたりとか、褒めても何も出ないぜ。って言いながらすごい嬉しそうで撫でろと頭を差し出してくる。男ならシャンとしろ。やりたいようにやればいい。やりくりするのは私の仕事。いつも叱咤激励してくれた嫁さん。ごめん、気持ちもわからんでもないけど、少しずつ今に気持ちを合わせていった方が良いのでは。思い出の嫁は思い出なんだから最強でしょ。そうなんすよ、嫁最強なんすよ、本当に。自分でも少しずつとは思うんですけど、どうにもうまくいかんのです。カラオケが大好きな嫁さん。自分が歌っても俺が歌っても泣いちゃう。笑って見てると、いい歌やってズビズビしてて可愛い。あまり笑いすぎると、しばくと拗ねる。本当に素敵な奥さん。俺の理想に近い。奥さんが航空母艦で、一さんが飛び立っては必ずそこに帰ってくるような家庭。彼女であり、妻であり、愛人であり、母であり。そんな奥さんを射止めたくらいの人だから、一さんはまた少しずつ時間はかかるかもしれないけれど幸せになれると思います。フラフラしても最後には帰ってきなさい。それが揺るがないのであれば私は強くなれる。嫁さんの言葉ですが、自分がブレなければ必ず待っててくれるというのは力になります。年下なのでよく。〇〇は彼氏で友達で先生でお父さんでお兄ちゃんで夫。だとよく言われました。強い信頼関係で結ばれている二人。一致の思い出は尽きないよ。〇〇が死んじゃったら最初の夜だけ泣いてあげる。その後は頑張って泣かない。俺が好きでよく歌ってた曲の歌詞より部分引用しての言葉。年の差があったので確実に俺が先に足しぬはずだったんだけどね。
最低でも俺の歳に並ぶまでは他人じゃダメって言ってたんだけどな。歳の差が広がるだけになっちゃった。うちの嫁さんは漢字に弱い。LINE してても途中で。読めない。と来ることがよくある。読めなくても生きてこれたから大丈夫だと思うし、私は自称レを手に入れたから無敵。とのこと。口の悪い嫁さんは敬語が苦手。職場といってもパートの方に送る業務的な LINE やメールは俺が添削してから送信することがよくあった。徐々に添削箇所が減っていくのが嬉しいような寂しいような。もはや父の心境だと思う。うちの嫁さんは虫が苦手。困るぶりが出たら偉いことになる。とっさにスリッパを脱いで振りかぶり素足で踏むほどテンパる。うちの嫁さんは人をすぐに尊敬する。なんて言ったらいいか難しいけど人の良いところを見つけるのがうまい。尊敬はするけど口は悪い。物の見方、考え方、すべてにおいて尊敬してます。と改まって言われた時は熱でもあるのかと思った。微熱だった。うちの嫁さんは子供の教育に関してしっかりと考えてた。俺が比較的厳しい家庭の育ちだったため。子供にはこういうことを教えていきたい。とかよく話し合ってた。夫婦間でお互いを尊敬し合えば子供はまっすぐ育つはず。娘がパパうざいとか言ったらしばく追い出す。間違ったことをしたらしばく。なんなら間違う前にしばく。そう育ててしまったことも反省しなくちゃいけないから〇〇もしばく。生まれたら言葉遣い気をつけなきゃねと言うと。ごめんなさい。と少し弱気になる。没後何度目の結婚記念日なんよ。わしなんか、井の頭公園の枯葉を一枚ずつめくりながら嫁の生前の名前呼びながら探す夢見たのは一年目だけだったぞ。先に行くのが悪い、物事わかるように言わなかったのが悪いって、なじる思いばかりだよ。15年以上も経つとな。没後初めての記念日です。そうなればいいと思う反面なりたくないようなですね。良い奥さんだから今でもそばにいると思うよ。気持ちも伝わってるはず。例えがいつもよくわからなかったりするんですけど、たまにクスッとくるんすよね。本当にごくたまに嫁さんの匂いがする時があって、なんというか鼻の奥で感じるような。すぐに消えちゃうけど近くにいるのかな。様々な思いを馳せながらスレミンたちも一致と奥様の話を楽しむよ。変なところで気にしいなうちの嫁さん。夕飯のたびに心配そうに。まずくない?って聞く。全部美味しいと答えると。出た出た、まるまるいつもそれだから正直当てにならない。と言いながらも嬉しそうにする。普段俺のこと臭い臭い言ううちの嫁さん。たまに脱いだ服くんかくんかしてる時がある。出張から帰ったら抱き枕が俺の服着てたりする。いい左服もらった?俺の免許証の写真を見ての一言。親知らず抜いて腫れてただけだから。俺の仕事が忙しくて遅くなった時布団に入ると背を向けるうちの嫁さん。少しして俺が寝てから起きてる腕枕させて胸に顔を埋める。ねえ構ってよ、ティー岡田。よくわからないけど呼びかけに反応しなかったらティー岡田と呼ばれた。ちなみにかすりもしてない。語呂感の良い言葉が好きなうちの嫁さん。意味のない造語が語呂感だけで製造されていく。ほとんどが一度しか使わないのであまり覚えていないのが残念。うわぁ、ボロくライオン丸だねー。これはあまりにも意味がわからないので覚えてた。意味、用途ともに不明。ことあるごとにプリクラを撮りたがるうちの嫁さん。落書きは基本的に俺の顔をいじって遊ぶ。毎回一枚だけまともなやつがある。今思うと若干不思議ちゃんだったのかもわからん。泣き笑いだよもっとかけちくしょうお前の嫁さん素敵すぎだろ。うちの嫁さんはうっかりさん。家族に紹介した時にテンパりすぎて俺の名字で自己紹介。昔から気が早くてとセルフフォローするも爆笑される。うちの嫁さんは挑戦的。黒髪ロングが好きだと話した日にバッサリ切りに行く。うちの嫁さんはお化けが嫌い。お化けが俺だったらと聞いたら焼香してから。塩をひとつまみかける。基本的にナメクジと同じ対処法。変わったユーモアの持ち主だったんだな。良い嫁だったと思うが。面白い嫁でした。自分には過ぎた嫁です。今日は結婚記念日。一致は前々から考えたことを実行に移したよ。忘れるためにじゃなくて忘れないために。蓋をするんじゃなくて常にそばに置いておけるようになるために嫁と最後のデートしてきます。めめしくて気持ち悪いとは思うけどどうにもいかんのよ。嫁はおらんけど初めて会った場所に、よく行った場所に、少しずつ受け入れられるように。おい、今日、友引きだったりせんやろな。帰ったら、自分で一本書いてあげとけよ。今日は戦勝だね。そんなことすっかり抜けてました。うちの嫁さんは写真を撮られるのが嫌い、プリクラは例外らしい。撮るのは好きでたくさん撮ってくれた。付き合って3年目に2人で行った場所の風景をまとめたアルバムをくれた。撮らせてくれないくせに、俺の寝顔とか撮ってたのを俺は知ってる。俺に対しては毒が強い嫁さん。職場など家を出るとのろけばかりだった模様。家ではキメラ扱いされるも外では褒められてたのね。マルインは何がいい?口
靴下を片付け忘れた時の一言、というより怒らせるとよく言う。うちの嫁さんは年上にも厳しい。バカでも年は取れる。尊敬する相手に年は関係ないし、芯のない年月に価値はない。人に対する評価の変動が激しい。思い違い、勘違いがあると自己嫌悪に陥って少し厄介。うちの嫁さんは超泣き虫。子供ができたと分かった時なんかめっちゃ泣いた。俺も泣いた。不細工って言われたけど二人で抱き合って泣いた。うちの嫁さんは心配性。ママに似たらどうしよう。元気に育ってるかな。検診の度にビクビクしてる。でも帰ってきたらエコを眺めてニッコニコ。一通り、思い出を語り尽くしてイッチは最後のデートへ出かけたよ。数時間後、飲酒運転の相手はどうなったの ?70 過ぎのおじいさんで現在も服役してるはず。正直どうでもいいんですけどね。ここに書くなら紙に書いた方がいいと思うよ。まる別の経験ないからわからんけど加害者をどうでもいいって言える気持ちがわからん。償って更生しても嫁さんは戻らないし。もし仮に同じ目に合わせても戻らないからな。これに関しては俺が間違ってるのかもしれないけどそれすらどうでもいいと思ってしまう。まあ一番は元に戻ることだからね。わからんけどお前さんは強い人間だよ。俺は加害者をどうでもいいとか言えん。出所する前に獄中丸かもな。すると、待って待って、出たところでリベンジも、可能かどうかわからんし、意欲保てねえか。わしならじいさんに面会に行ってなじったり、じいさんの小山を突き止めて恨み事の手紙を送りつけるわ。民事での賠償の話も来なかったなら下道なボマル老人だわ。丸んでほしいわけでも同じ思いをしてほしいわけでもなくて、ただ返してほしい。加害者を同行したところでお嫁さんは帰ってこないものね。ただ、家族三人での幸せを返してほしい。切実な一致の言葉が胸を刺すよ。愛されていたんだね。愛されてましたね。短い時間でしたが世界一幸せな時間でした。俺の元カノは首を絞められて困るされたよ。自暴自棄になったけど、彼女の声で頑張ってって聞こえた時は、我慢できずに大泣きした。少しだけ強くなって、少しだけ優しくなれた。20年以上も前の話だわ。少しわかる気がする。昨日思い出の場所を回るより家に帰ってドア開けた瞬間に。疲れたねーでも楽しかった。っていつもデートから帰るという言葉が聞こえてきそうで、涙がすごい出てきた。というわけで記念日も終わり、自分の中で区切りはつけましたので少しずつでも進もうと思います。嬉しいとか楽しい、辛いとか起伏がある以上人生においてピークと言える時間は絶対にあります。ただそれは気づきにくくて終わる時は突然です。先人は先を見て、将来のためにと言いますが、俺は今にこそ注力すべきだったと後悔してます。将来なんてあるとは限らないからケースバイケースかつ結果論でしかありませんけどね。どうか皆さんお元気でお幸せに。読んでくれた方ありがとうございました。おつ、これからの一の人生に幸せが訪れるよう祈ってるよ。一の嫁さんが、空から毒づいて幸せを願っているそのせいで思い出がおぼろげになってると思うと切なくてたまんない。今回のお話、どうだったかな？切なく、消えない恋心を抱きながら。イッチも今日は、奥様との思い出を抱いて生きていると思うよ。皆さんは、今日この後、大切な人に何を伝えるかな？日頃の感謝？普段は言えない愛の言葉？時間は有限。ある日突然大切な人を失った時に後悔することないよう、今日も生きていこう。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。